皆さんこんにちは。お元気ですか？はい、Mガーデンです。今日は、結束線で作るこのワイヤーでできたこのリンゴですね。リンゴを作っていきたいと思います。はい、では材料道具紹介していきましょう。まず結束線はですね、今回は7本用意してください。2、4、6、7本ですね。7本用意してください。そしてラジオペンチと大きいペンチも用意されてください。それでは作っていきます。はい、まず6本をですね、1本はちょっと置いといて、6本の中央部分ですね、中央部分にこのもう1本の7本目のもう1本で巻きつ中央部分を巻きつけていきます。はい、まあだいたい3周ぐらいですね。1、2、3、これぐらい巻きつけて、あとはちょっとブチッと切り落としてください。はい、巻き終わりをきちんと整えて、はい、こちらもここくっつけましょうね。クイッとくっつけて、長いところは取ってしまいます。はい、はい、しっかり入れ込んで、このような状態ですね。はい、ここである程度ですね、平たくギュッと潰していただいて、リンゴが広がるようにですね、ちょっと整えておきましょう。放射線状になるようにですね、これくらいかなっていうところをですね、整えておいてください。このように整えておいてください。はい、これをですね、ぐっと中心を持ってぐっと立ち上げてください。はい、こんな感じですね。立ち上げたら片方のだいたい10センチぐらいのところですかね、10センチぐらいのところを持っていただいて、内側にぐっと曲げてください。グッとですね、はい、ちょっとここが印の大事な場所になりますの で、反対側もこのこちらの角に合わせてですね、同じようにこれぐらいかなっていうところを持っていただいて、はい、このままグッと折り込んでください。はい、このようになりました。次はこれをですね、外側に広げていきます。ぐーっとですね、ぐーっと外側に広げてください。はい、後で形をリンゴっぽく形整えますので、この状態でちょっと立ち上げる感じですかね。はい、こことここをくっつけます。今ちょっとしたハートっぽい形になってますけど、はい、この状態で先ほどの1本ですね、1本でここをこの時もですね、このちゃんと放射線状にきれいに広がるような感じで、ここをもう整えておいてあげるといいですね。はい、これでいきましょう。この交差した部分を巻きつけていきます。こう親指で持っていただいて、ぐっと、あとはペンチでぐりぐりぐりっとですね、ぎゅっと絞り込みながら巻きつけていってください。
ュッと潰しておきましょう。はい、はい、このようになりました。こっちに先ほど作ったあるのがあるので、ちょっと放射線をきれいにですね、ちょっと整えてますので、これから先はこちらでいきたいと思います。最初に巻いたワイヤーの先端をですね、葉っぱをつけていきたいと思いますので、ここでちょっと葉っぱっぽくですね、形を整えて、下の方に、ここの上だったら下の方にこのように整えていただいて、この状態からですね、再度巻き始めます。ここ交差したところを持っていただいて、最初は手で大丈夫です。クッと巻きつけて、はい、このように続きをずっとですね、しっかりなり口のところですね、ぐっと引っ張りながら締め込んでいってください。はい、このように巻き込んでいってください。あとはもう好みですね、ここを長くしたい人は長くしてもいいですし、これぐらいでいきたいと思います。はい、きちっと切っていただいて、しっかり止めてください。はい、っぽくなってきましたね。はい、ここでですね、このもう上のいらない部分を大きいペンチでもう一緒にですね落としてしまいます。はい、グッと根元を持っていただいて、よいしょよいしょよいしょと持っていただいて、はい、このように外してください。またいろいろ次また何か作るときとかにですね、材料になりますので、はい、ここでリンゴっぽくだいぶなってきましたね。はい、この状態でですね、リンゴっぽくなるようにちょっと形をですね整えましょう。ここ中心をぐーっとぐーっと内側に、ぐーっと内側に、はい、ここまで来ましたら、それぞれですね、外側外側、こう一緒にですね、ぐーっとこう立ち、広げてください。はい、次こっち側、はい、一緒に両方一緒にこう広げてあげてください。はい、反対側も行きましょう。はい、一緒に上下一緒に立ち上げる。はい、一番遠いところですね。はい、一緒に立ち上げる。はい、次で順番にですね、このように広げていってあげてください。はい、次も外側に、上下必ず一緒にやらないとこのラインがこううねってしてしまいますので、必ず上下一緒にですね広げてあげてください。はい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 、ちょっと先の方、根元をですね、少しぐーっと押し込んであげてください。はい、あとは形をきれいに整えていただいて、結束線でできたワイヤーアップルの完成です。はい、2個できました。
はい、このように少し長めに取っていただいたらもっと大きいのもできますのでね、お好みで作ってみてください。ありがとうございました。エームガーデンでした。